昨日 JR 福島駅西口、大型ビジョンを見つめていたのは大波三兄弟の父正志さんです。まだはっきり分からんですけどね、いろいろ可能性が広がるんで、今日は勝って終わりたいですね。三兄弟揃って勝ち越しを決め迎えた千秋楽。三男若隆景を応援しようと多くの人が駆けつけました。見事阿武咲を破り9勝6敗、三役昇進をほぼ確実としました。ギリギリでしたけどね、やっぱ価値ある一番だと思います。はい、まあいろんな可能性これで膨らんだんで、まあ番付発表楽しみですね。はい。